はい、ユッキーです。タバコ、紹介したいと思います。こちら、パーラメントの、クリスタルブラスト。10本入りのやつが、セブンイレブンで売ってました。10本入りで220円。と書いてあります。インスタントくじ付き。めくったその場で当たりがわかる。ほい。じゃあめくってみましょう。まあ、どうせ、あれだろうか、ね。次の挑戦をお待ちしております。だって、パーラメントプレミアムスモーキングセット。灰皿&ライター。だそうです。こちらがですね、さえ渡る鏡面ソールということで、プチッと潰すタイプのやつですね。ロゴがかっこいいんだよ、ロゴが。このマークがさ、キラーンとしたマーク。かっこいいっす。かっこいいな。これかっこいいな。こちらが、タールが8ミリ、ニコチンが 0.5 ミリ。あなたが吸い込むタールとニコチンの量は、タバコの吸い方によって異なります。こんなこと書いてあるの初めて見た。うわ、すっげえミントの香りする。あ、そっか、パーラメント、あれか。この空洞。ここが空洞になってるっていうか、ちょっと穴がこう、開いてる的なやつですね。じゃあ、ここをプチッと潰しまーす。よし。じゃあ、吸ってみたいと思います。うわ、うひえ、メンソール強い。口の中がなんか若干痛い。鼻もあのメンソールが強すぎて痛い。ピリピリする。口の中が。ベロがなんか。強すぎてピリピリする。メンソール強すぎないか、これ。鼻痛い。鼻痛いわ、これ。鼻痛い。スーンとくる。メンソールのせいで。はっきり言わせてもらうと、あのメンソール強すぎて味もクソもないっていう。味もクソも感じないっていう。タバコの味なんて感じられないっていう感じです。感じられないっていう感じですね。うえ。これ多分、潰さないで吸った方が多分美味しいのではないかと思われます。おそらく。潰さないで吸えば多分、ちょうどいい。あれやと思う。メンソール感だと思うんです。多分。
すげえな、これ。パーラメント。リセストフィルターにカプセル内蔵を潰すと清涼感が倍増。唇でひんやり感が実感できるフィルター採用。すべてが新しいパーラメント。かなり強いメンソール。メンソールしか感じねえんじゃないか、これ。味もそっぺもねえぞ、これ。完全に。もう口の中痛えわ。口の中も痛えし。味もそっぺもねえし。でもこのさ、このパーラメント箱がかっこいい、ね。すごい。ものすごいかっこいい、これ。しかもこのザラザラ感っていうか、凝ってる。この箱にも凝ってる。なんか。彫りが入れられてる、彫りが。これはあれだぞ。口の中が。この後に水を飲むと、もうヒヤーってなるタイプ。そんな感じ。ミントが。ミントガム噛んだ後に、水飲むような感じ。別に味としては美味しくはない。っていうか別に、うまくないっす。だって味全然感じないの。ミントしか感じないんだ。タバコの味っていうのが、わからないぐらい、ミントが強すぎる。せっかくなんでこれ、フィルターを潰さないで、フィルターのやつを潰さないで、吸ってみましょう。普通に吸ってみます。ん？なんか大して変わんねえぞ。これ。鼻いて。これなんだこれ。フィルター潰しても潰さなくてもなんか、大して変わんねえぞ。なあ、ほな。結局全然タバコの味全然しない。これはあれか。最終手段としてフィルターをちぎって吸うべきだな、これ。全然美味しくない。
なんでお前メンソールタバコなのにお前フィルターちぎって吸わなきゃいけないの。おかしいだろ、絶対。ああ、喉痛い。喉がスースーを、の、ど、限界を超えて、その、スースーが、痛さに変わってる。でもなんかね、巻き髪がなんか違う感じがするね。他のタバコと巻き髪が。結構上質な紙使ってるんちゃうか、これ。ここの部分。ここの部分の紙がさ、ここの巻き髪が多分。なんか違う。メンソールタバコはね、俺基本的にタバコは酒飲みながら吸うんですけど、メンソールはあのタバコ吸いながらだと、メンソールタバコ吸いながらだと結局酒がそのスースーしちゃうんで、酒を飲むとなんか味がその口の中がこうドギャーっとこう冷たいっていうなるじゃん。だから嫌なんですけど、まあだからメンソール吸うときは酒は飲まないようにして、そのままメンタバコだけ吸う感じ。でもメンソールタバコで最近っていうか、最近吸ったんだとウエストのなんだっけ、ウエストのお気に入りのメンソールタバコはウエストのアイスフレッシュってやつ。かな。これが美味しいですね。ウエストのアイスフレッシュ8。が美味しい。まあ結構メンソールも強いんだけど、しっかり味もするんで。でもこれはもう強すぎて、タバコの味もクソもねえな。まあ俺は多分今後ほとんどの場合、まあこういうさ10本入りとかだとすげえ買いやすいんでいいんですけど、10本入り220円とかお試し品みたいのは買うかもしんないけど、基本的には安タバコしか買わないっていうことに俺はしてますんで、この強烈さだと多分ね、巻き髪自体もね、おそらくあのメンソール仕様になってるんだよね。メンソールが配合されたその巻き髪使ってるんだと思うけど。さらにお前、多分フィルターもメンソールフィルターを使ってると思うし、でさらにカプセルもついてるでしょ。だからこれ、むちゃくちゃ、クソみたいに強いんだって、これ。メンソール。なので、
両切り、フィルターをちぎってね、両切りにして吸ってみます。こうすればちょうどいいんちゃうかな。あ、結局あれだ。鼻からね、煙出すのは俺結構癖なんですけど。そうすると鼻が、激痛が。ダメだな、これ。どう転んでもこれ強烈やわ。どっちに転んでも、何してもこれ、弱めにその吸って、いけばまだ。まだタバコの味や香りがちょっとだけするかな。まあこれはあれだな。買わないな。今後買うことはないので、一つ星です。ご視聴ありがとうございました。